皆さんこんにちは、ジーナでーす。今日はですね、ビドフランスでーす。ちょっとだいぶタイミングを逃してしまったんですが、今月5月の新商品を中心にいろいろチェックしていきたいと思います。買ってきた商品はこちら。はい、では早速食べていきましょう。はい、じゃあこちらからいきましょう。5月の新商品ですね。テリヤキチキン&アスパラエッグ、塩パンの上に鶏ももステーキと卵サラダが乗っかってる商品です。なんかね、チーズソースっぽいのがかかってますよ。美味しそう。うん、パンがまず美味しい。サクサクもちもち。まだちょっとお肉食べてないけど、まずね、アスパラが来ました。アスパラの風味いいですよね。うん、鶏ももね、1個がすごい大きくてジューシーです。卵がね、スクランブルエッグみたいなのが敷き詰めてあって、でね、チーズがかかってますね。おいしい。何がおいしいって、これね、パンがおいしい。パンのね、耳みたいな、あれトーストするとサクッとするじゃないですか。ああいう感じのね、サクサクのパン生地の中に具材がたっぷり詰まってます。そこにね、あのもも肉のジューシーな脂が染み込んでて、めちゃくちゃ美味しいですよ。見て、卵たっぷり。結構ね、真ん中に行くとすごい溢れそうなぐらい入ってる。それがちょっとね、マヨネーズっぽくもあって、すごい美味しい。じゅわじゅわした食感の中にこのアスパラがね、たまにシャキシャキくるのがまたいいですね。はい、サクサクな生地の中にジューシーな鶏もも肉と卵サラダがたっぷりと乗っかったパンです。アスパラのね、アクセントがいいですね。ぜひこちら試してみてください。はい、ではこちらいきましょう。瀬戸内レモンクリームパン、これも今月の新商品ですね。はい、断面こんな感じです。今ね、切ったら外側がザクザクしてて、中ふわふわですよ。超楽しみです。うん、レモンの香りがすごい爽やかですね。一番上にレモンのジュレが乗ってて、それがすごくね、風味が強くて爽やかです。で、中にね、チーズ風味のクリームが入ってます。全体的に味がすごい爽やかですね。食べやすいです。で、生地ふわふわで、ちょっとね、下側にクッキー生地がついているのが少し硬い食感もあって、ふわふわとサクサクでね、食感がすごくいいです。うん、時々このね、クッキー生地がね、ザクザクって言うんですよ。でも上側はしっとりで柔らかいです。美味しい。あのね、このクッキー生地のサクサク感と中のクリームの感じがね、まるであのレアチーズケーキをパンにしたような、そんなイメージですよ。で、さらにそこに濃厚なレモンジュレが乗っかっていて、レモンの風味がプラスされてね、すごく美味しいです。はい、こちらも今月の新商品ですね。レモンの爽やかな風味がしっかり効いたクリームパンです。チーズフィリングが効いてるので、ちょっとレアチーズっぽい味です。ぜひこちら試してみてください。はい、じゃあこちら行きましょう。これね、どちらもね、シナモンロールです。トカチミルクシナモンロールの、こちらがシュガーグレーズ、こちらがチーズクリームです。じゃあシュガーグレーズの方から行きましょう。はい、断面はこんな感じです。おいしい。シナモンがとってもよく効いてます。このね、シナモンロールね、ふわふわなの。しっとりふわふわ。これはなんかね、十勝産牛乳入りミルククリームを使ったシナモンロールなんですって。いかにもね、ミルクでしっとりさせたような感じの、もうほんとに食べやすいシナモンロール。
でそのロールされた中にシナモンがたっぷり入ってて、で表面にシュガーグレーズ、これもねたっぷりかかってますよ。ミルクの甘みとこのシュガーグレーズの甘み、そしてシナモンの香り、生地がふわふわでとっても食べやすくって美味しいです。はい、じゃあこれがチーズクリームになるとどうなりますでしょうか。食べてみましょう。はい、断面はこんな感じ。こっちの方が中のシナモンの入り具合が分かりやすいですね。この隙間にねびっちり入ってます。こっちもいいな、おいしい。チーズクリームとも合いますね。あのね、見た目がほんとシュガーグレーズみたいな、あんな感じのもうねっとりしたチーズクリームがべったり上に塗られてます。ただね、チーズはそんなに香りが強いってわけじゃなくて、その爽やかな風味とコクを効かせている感じです。やっぱりね、風味はしっかりシナモンです。それがいいですね。シナモンも引き立てつつ、ちゃんとその爽やかさとコクを与えていて、このしっとり生地にもまた合いますね。どっちかな、どっちもいいけど、よりシナモンをしっかり感じたいんだったらシュガーグレーズですかね。でもたっぷりチーズのコクも楽しみたい方はこちらですね。味が濃いのが好きな人はやっぱりチーズクリームの方がいいかなと思います。はい、シナモンロール2種類です。こちらも今月の新商品です。シュガーグレーズとこちらがチーズクリーム、ぜひお好みに合わせて食べてみてください。はい、じゃあこちら行きましょう。米粉入りのおむすびパン、ツナマヨネーズ。はい、かわいいおむすびパンですよ。こちらも今月の新商品で、今日私はツナマヨを買ってきましたが、あとはね、おかか昆布、梅、明太子、こちらの種類もあります。私はツナマヨを買ってきました。はい、中出すとこんな感じです。かわいいですね。断面こんな感じ、結構ね具がたっぷり入ってますよ。もちもち、パンだってことを忘れちゃうようなもちもちさです。新潟産のうるち米の米粉を使ってるんですって。すんごいもちもちで、ね、しっかりしてます。しっかりしてるんだけど、ただね全体がふわふわなんですよ。だからなんかね、もっちりなんだけど重すぎないって感じですね。中のツナマヨも美味しい。でまたこの海苔がね、いいアクセントになってますね。ちょっと他の味も食べてみたくなっちゃいましたね。梅とかどうなんだろうね。だってツナマヨは普通のパンだって惣菜パンであるけど、梅ってそんなにないじゃないですか。いつかほらご当地パンやった時に紀州の梅パンっていうのを食べたんですけど、あれすごいね美味しかったんですよね。パンと梅も合うなってその時思ったから、ちょっと梅も試してみたくなっちゃいました。はい、米粉入りの可愛いおむすびパンです。いろんな具材がありますので、ぜひ皆様も試してみてください。もちもち。はい、じゃあ最後です。これはね、新商品ではなくてただの私のおすすめです。ハッシュドポテト&オニオン。これ前もビオフランスやった時も言いましたけども、私のこれ大好きなやつです。もう何度でもおすすめします。パンの上にね、これハッシュドポテトが乗っかった、とってもねボリューミーな商品です。でもね、そんなに高くないんですよね。今日も買ってきました。はい、断面こちらです。ほらこれ中まで具がびっちりなんですよ。ハッシュドポテトがね、これ2階建てなんですよね。もうそれだけで食べ応えありますよね。おいしい。ハッシュドポテトだけでも美味しいからね。そこにね、オニオンがたっぷりと、あとね、チェダーチーズソースがかかってます。あとマヨネーズとケチャップ。そりゃ美味しいでしょうっていうね。で、このね、オニオンのシャキシャキ感がね、またいいんですよ。ビオフランスはね、何でも美味しいんですよね。菓子パンも美味しいし、惣菜パンも美味しいし、サンドイッチとかも美味しいし、この惣菜パンもいろんな種類があって、さっきもあの新商品でチキンのが出てたけど、野菜とお肉とか魚とかいろいろな具材がね乗っかってるのがね、美味しいし楽しいし、いいなと思います。そんなめちゃくちゃ高いわけでもないしね。でハッシュポテトオニオン、こんなにボリューミーなのに200円ですよ。超安いよね。
はい、というわけで最後は私のおすすめのハッシュドポテト&オニオンでした。もしビドに行かれることありましたらこちらも試してみてください。はい、ごちそうさまでした。今日はビドフランスの今月の新商品を中心にお伝えいたしました。食べてね、美味しかったなと思ったのはやっぱりシナモンロールですかね。生地がしっとりなのも良かったし、シナモンがしっかり効いてるのも良かったし、その乗っかっているチーズクリームもシュガーグレーズもどちらもね、すごくシナモンに合ってて美味しかったです。あとは一番最初に食べたあのチキンとアスパラの惣菜パン、パンが美味しかった。あれ多分ね、ハッシュドポテトのパンとまた全然違うんですよ。あの塩気の効いた少しサクサクしたパンがね、あの具材ととってもよく合ってました。惣菜パン好きの方はぜひあちらも試してみてください。はい、というわけで今月ちょっとね遅くなっちゃったんですけど、本当はね5月1日にビドやるつもりだったんですよ。あのいつも行ってるお店に行ったら業態が変わってて、買いたかった品物全然扱ってなかったんですよね。で困ったなと思ったところにポンパドールからその日5月1日にマリトッツが出るっていう情報を見つけて、あ、じゃあそっちにしようということでポンパドールに行ったんですけど、また今後も少しタイミングがずれるかもしれませんが、ビドはね毎月やろうと思ってるので、その月その時の新商品を、どこかのタイミングでご紹介していきたいと思いますので、また次回も楽しみにお待ちください。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。